で本日はね、杉本選手と森友哉選手、この絶好調の二人、使っていきたいと思います。で、サムネにもありますように、二人の成績を混ぜ合わせたというバカ計算をしておりますが、2割8分9厘、13本、19打点と、4月時点で、まあ、簡単に言うと、二人でこれくらいの成績を叩き出しているという、本当にアホな計算ではあるんですけれども、パワフルでもね、どれくらい強いのかどうか今日は試していきます。で、森友哉選手はなんかちょっとめんどくさかったんで、西武時代の応援歌流用します。すいません。まだオリックス戦をね、そこまで見てないので、あい胸ゆうまーく。なんといっても杉本選手、現在ホームラン8本。4月26日で、ホームラン8本打っているという。そんなことですが、相手の方が、かなりの猛者の方なんで、全然打てません。で、森選手がですね、こちらホームラン5本なんですけれども、まあ、打率ですよね、やっぱり。3割3分3厘。これもね、打点のパリーグにしてはもうすごい数字ですから、ね、テントの前これがね、この安打製造機はね、森選手ですから、いいバッティングやってくれた、オッケーオッケー。ということでね、ここもう打点繋がってるところで杉本選手決まった。決まったって開幕ですけど。2者連続ホームラン。まあ森友哉ホームランとか、いろいろで同点のチャンス、来ております。まずく捉えて、これがタイトルの力、センターの頭、潮目を追いかける。今日はさ、どうも、ここまでいったー。パワーありますね、やっぱ杉本選手。そして森です、同点のチャンス。うわ、シンカー、オッケーオッケー。そう簡単にまっすぐが来ないはず。ナイス、ナイス、ナイス。いいよ、いいよ、いいよ。ミートして、センターの前、センター塩見、さあ落としてくれ、日本シリーズ。え、待って、え、ワンアウトだったの？さあ2試合目的に、ボーちゃん来てよ、ボーちゃん。初めてだ。フルスセーブとのね、対決です。さあ、森友哉、フルスからね、開幕、あれ何戦目でしたかね、ナイターだったから1戦目かな？そう、開幕戦でホームラン打ってましたから。そっからノリノリの森さん、あ、ナックルカーブね。次に杉本控えてんでね、無理しては打たないでいこうかな。引っ張って、セカンドゴロ。フルヒッターがあんでね、なるべく引っ張りたくなっちゃうんですけど、まあ、杉本さんはそういうのないんでね。今日はね、ちょっと焦り気味だね、俺。焦り気味だね。うわぁ、胸がよう打つわ、ほんとに。川の中に、石がある！プルヒッターだから。あー、プルヒッターすぎる。ちょうどプルヒッターが詰まるところに打ちたな。さ、坊ちゃんあれだ持ってんでね、しっかり引っ張んないと。ホームランにはできないかな。しっかり引っ張るよ。オッケーオッケー。ストライクはい！オッケーオッケー。荒れてます。坊ちゃん荒れております。うお、来たー！待っていたストレート！バーセンターの誰もいないところ。ホームラン8本、これ9本目ですね。いや、えらえら、また胸打った。胸が打ちまくっとる、さっきから。うわーい、Tさーん！かっこいい、Tさん。ただ、追加パックのね、ラスト1試合やっていきたいと思います。引っ張ってね、バチコンしたい。やっぱ引っ張りが一番よ、森友哉でいたら。そう！それ！ブルーヒッターだからね、ここまでね、厳しいボールが飛んでいくんですよ。からの不調杉本。ちっちゃい。これで打ってこそ俺よ。パワー C。おー、来た！バルブンドこしゃ、よし。初回からチャンステーマ。オッケー。ここはまっすぐが来そうな予感。チェンジアップでしたー。今回は T さんですよ、T さん。T さーん！これが森で打ちたいのよ。これを。あー、ナイス持って。なんと満塁できたぞ！満塁とか持ってます、森友哉。ちなみに杉本持ってますけど、もう森で決めちゃおう。オッケー。どんな球でもプルしてやるよ。うえ、脱三振出て。スプリット、オッケー。全然オッケー。見せつけず満塁男は、カットから入る。あ、フォークか。カット来るぞ、カット。カットに気をつけろ。フォーク。カットが来るぞ、カット。ストレート。全然来ねえ。カット。まっすぐね。合ってた、今。行けよ。カットボール役者さんのこれが、今年の杉本だありがとうございました。